に届ける長短は猫日新聞。猫大躍進、猫内閣、ついに奇跡の猫民兵 50% に突入。明日にでも人類と全面戦争に突入。グレートキャットビーチに守護神降臨。電子回路に煮干しを混ぜることで相互理解を深めることに成功。包帯のネジを外したことで我が前に敵なし。通信だ。将来楽しみなロリチャイナよ。あと4日ぐらいしたら万全の体制でお出迎えいたしますので、もうちょっと待って。あと牛乳はいただいた。牛。あのバカ猫たち、証拠りもなく。もう怒った。今度こそコテンパンにやっつけて、二度と悪さできないよう地獄の特訓に叩き込んでやるんだから。限度があるが、ラウンド1ファイト。
がよくて。お兄ちゃんを返せ。ラウンド1ファイト。
ス開始します。ラウンド1ファイト。あなたへリベンジ。Fight!
ぞ。ラウンド1ファイト。出直すわよ。胸が弾む。落ち着くがいい。武田家臣焦るな。飛んでけ飛んでけ。大吉なんて誇るがいい。まだ続くのか。我々の価値観とか流行は株価のように変動するので、いい加減ストップだからぜ。つまり今が騎士マックス。煮干しは20円より上には上がりません。
また新しい遊びに手を出したみたいね。面白いのそれ。これが私たちには何とも儲かるって言うから始めたのに。いくらつぎ込んでも煮干し株じゃ限界があるっていう。いっそのこと次は小豆とかカイコに手を出してみっか。ふにゃにゃー、破滅の予感にドキドキするにゃー。なんか放っておいても自滅しそうな気もするけど、やっぱりみんなに迷惑をかける前にやっつけないと。やい、バカ猫、遺言はあるか。いきなり遺言ときましたか。これだから殴ってばかりのチャイナシスターはビーム一本も打てねえのです。いいかにゃ、覚えておくがいい。我がライバル、世の中お金こそパワー、つまり力さえあればお金は周りから奪えるという意味で OK。 んなわけないでしょ。もう悔い改めろバカ猫。ダウンのバンバンファイト。ここまでは計算通りにゃ。ほんとほんと、少々ダメージを負いましたが、最後に勝つのは私だから。ぐっ、しかしピッチ、気を張ってないと死にそうなこと言ってんにゃ。まだやる気？そっちもちょっとは強くなったみたいだけど、私もコンフーを積んできたんだから。なんか打てなくても八極剣士は無敵だい。あっち誇るのはまだ早い。さあ、いでよ我らが守護神、物騒なお前の出番だぜ。翡翠、うん、違う、あれは琥珀の作った悪魔のロボットだ。ピッピッ、オーダーをマイマスター。おにゃにゃにゃ、見たか、我ら千匹一丸になってようやく捕まえた脅威のテクノロジー。その後いろいろやって忠実な家来としてこき使ってやってるのに。どうよ、
あの割烹着の発明が役に立つ世界でただ一つの芸ですよ。そうですね。ではご命令をマスター。面倒なので手早く済ませ、早くこの王国の掃除を始めたいのですが。痛っ、メイクが踏んでる。私の体踏んでるかな。死んじゃうから本当どいてくれませんか。失礼いたしました。ではマスターは私の頭の上に。ギニャー、指食い込んでる。頭に食い込んでるから。メタ君ちょっと馬力下げてくれないかね。今100万メイド力ぐらい出てにゃい。まあ申し訳ありません。出力を間違えました。1000万メイド力ほど出していたつもりなのですが。本当に嫌い？それどっちかっていうと守護神じゃなくて破壊。それは誤解です、お客様。私は誠心誠意仕えております。これ以上マスターたちを惑わすのならここでお帰り願います。ユー、さすが鋼鉄の破壊神。捕獲しようとして我々千匹中実に千匹を返り討ちにした勇者よ。うん、あれなんか変だぞ。どうやって捕まえたんだ私たち。ダウンロードワンファイト。よからぬことを